今回はですね、あんちゃんがなんと、日本人になるために今、帰化申請をしているところなんですよね。そうね、そもそも2015年、4年に、永住資格、はいはい、はいはい、アメリカで言うとグリーンカードみたいな、まあ、それでずっとそれでいいなと思ったんだよね。だってそれでビザ出して日本で保険で働けるし、すごくいろいろ楽になったから、まあ、それでいいかなと思ったんですけどね。で、それは、永住資格と国籍の唯一の違いは、まあ、選挙権があるかないかっていう、そうでしょう、出たんですよね。まあ、選挙権はあったらいいなと、なくてもいいかなっていうふうにずっと思ってたんですよね。やっぱりコロナになって日本の水際対策はすごく厳しかったんですけど、2020年の4月から9月の間に、全ての外国人の入国と再入国は禁止されたんですよ。で、それで全ての外国人っていう言葉で言うと、まあ、本当に全ての外国人で、私みたいに永住資格がある人でも入ってたんですよね。だからもし私はその時、その間に日本出てもう一回入ることができなくなってたんですよね。おお、閉じ込められちゃった感じ。うん、その時気づいたのは、永住資格は、日本にいる許可なんだけど、国籍は日本にいる権利、ね、だから全然違うんで、で許可と権利、私の父親が、その2020年の3月末に亡くなって、まあ、アメリカの感染状況もすごい恐ろしかったから、もうとてもアメリカに行くところじゃなかったんだけど、再入国は永住者とか日本在住の外国人の、再入国は禁止されたのは、まあ、ただ5ヶ月間ぐらいだけだったんですけど、その後になんかすごい怖くて、もう一回同じことになったらもう日本には戻れなくなる可能性がなくはないなっていうふうに思うようになったから、日本出ることはすごい怖くなったんだよね。すごくどれだけ日本は私の居場所になってきてるかっていうことを気づかされて、やっぱりそのアメリカにはもちろん仕事とか お金とかするところがもちろんないんだけど、でも健康保険もないから、もしアメリカで病気したらどうするかとか、でもそれよりも自分の、まあ、本当に私は、日本に移民した、もうイミグレントって感じだから、私のもう生活は日本、周りの日本人と全く同じように 100% 日本にある。そして、まあ、自分の幸せとか、自分の希望とか、自分の未来を全部日本だから、もし日本に戻ることができなくなったら、どれだけ普通になるやろうだと、すごく恐怖感がすごくて、水際対策緩和されてても安心ができなかった。海外には絶対行かないっていうことを決めて、でやっと去年の、秋ぐらいにいろいろ緩和されたから、ちょっと安心して行けるんじゃないかなと思って、で2年半遅れ父の、葬儀ができたんですけど、その時にすごくアメリカは外国、まるで外国のような感じになってて、でその時は、まあ、ずっと帰化申請をしようと思ったんだけど、やっぱり去年の9月に決心しましたね。やっぱり日本人になりたいなと思って。で、やっぱりどんな時でも日本にいる権利が欲しい。戦争になっても、パンデミックが起きても、私はいつでも日本にいることができること、その保証が欲しいなと思ってて。なるほどね。そのためにはやっぱり日本国籍取るしかないなと結局思った。一緒、家族、旦那と子供は、まあ、永住権のままで、私だけが帰化する申請したんですけど、私の母と兄弟にも相談して何も反対はしなかったので、申請のプロセスは非常に大変で時間かかるので、必要な種類集めるのに6ヶ月ぐらい。はい、戸籍を作るために自分の出生届とか、兄弟の出生届とか、親の婚姻届とか、自分の婚姻届とか、父親の死亡届とか、全部原本が必要だったんですよね。だからアメリカの法局に取り寄せてちょっと再発行とかしてもらったりとか、そして日本側のもう課税証明書とか、納税証明書、退職証明書、残高証明書とかいろいろが必要で、で
で今年の4月に、生徒面1回目の面接が無事に終わって、8月末頃に私と旦那2人で面接受けて、それをクリアして、であれからずっと引っ越しですけどね。はい、アイデンティティということで考えた場合ね、あんちゃんは日本に住んでて、自分は日本人だと思いながら暮らしてる？というのも、自分が日本人だと今思ってないんですよね。まあ、うん、でも完全にアメリカ人だと思ってません。わかるわかる。そうそう。なんていうかな、日本人だと思ってないけど、日本人のアイデンティティはどんどんなりつつあるみたいな。あ、そう。よね。そう。だからよくアメリカ人はなんでそんなことやってんのとか、なんでマスクはしないの、意味がわからないとか、そういうことはずっとコロナ禍の中でテレビ見ながら思ってたんですけど、日本のまあしきたりとか、日本の礼儀とか、まあ日本のやり方ってなりつつあって、で日本人のアイデンティティにどんどんなり近づいているなと思ってて、でもとはいえ完全に日本国籍取得しても完全に日本人にならなきゃいけないわけだじゃないと思って、アメリカ人のアイデンティティは完全に消えないし消したくないし、国籍ってよく聞かれたんだよね、何のメリットがあるのって。だってアメリカの国籍、一番多分憧れの国籍なんだよね。で、日本は二重国籍認めないから、アメリカ国籍を放棄しなければならないよね。日本人でもアメリカ人でも何のメリットがあるのって。でも自分がね、別にメリットなくてもいいと思う。自分のまあ理由があって、自分のまあアイデンティティ的なものもあったり、自分の安心感とか、自分の心の中で望んでることとか思ってることとか、それはなかなか説明できないし、説明しなくてもいいと思うよね、自分の色々があるから。だからそのなんかメリットとかデメリットとかいうふうに考えてはいないけど、私はそうではない。日本人になったらこれができるとか、これができるとか、アメリカの国籍放棄したらこれはしなくてもいいとか、それは思ってなくて、なるほど。何としてでも日本人になりたいっていうことしか言えないんですよね、心の叫びみたいな。いや、心の叫びですか。へえ。私はアメリカに最初に来た時は、結構日本で居心地が悪いとか、自分の居場所がないと思ってたんですね。だから最初アメリカに来た時はアメリカ人になれたらいいなと思いながら来たんですよ。だけど、こっちにいると私が日本代表みたいな感じで何でも日本のこと聞かれる。日本は寿司をみんな食べてるんですかとかね、全然日本のこと知らない人がいっぱいいてね、日本でもこんなことするのか、あんなことするのかみたいな、いつの間にか私日本の草の根大使みたいになって、日本代表でコメントしてますみたいな感じになって、私はアメリカ人としての私は求められてないんだと思って、でこっちに来て逆に自分の日本人であるっていうことを強く意識させられたんですよ。ひょっとするとね、あんちゃんも日本に住んでてね、まさかあんちゃん日本人ですよねなんて聞いてくる人もそんなにいないと思うし、だからアメリカはどうなのとかって聞かれて、アメリカ代表みたいな感じになってたのかなって私は勝手に思っていたので、いや、私はアメリカの代表だと思ってない。アメリカよくわからない。確かにわかんない。今ね、特に今のアメリカずっと離れてるので、よくわからないなと思うところがあって、私はね、アメリカが嫌いとか嫌だとか一切思ってない。私アメリカ人で生まれてよかったな、私を育ててくれた母国にすごく感謝の気持ちがありますけど、でその一方、日本は完璧な社会でも思ってはない。どんなところはあると思ってないんだよね。で、その水際対策とか最初の頃になんかすごく、まあ、悲しい気持ちはなったんだけど、でもやっぱりどんどん、まあ、コロナはすごい新しくて、もうおろしいだったから、みんなようわからんかったから、とにかく自分の国民を守ろうとしてた国が多くて、で、日本はその水際対策はそれから来たから、なんか別に、まあ、差別とかそれはそんなに思ってないよね。まあ、自分の国民を守ろうとしてるだけって今思ってるんですよね。でも
やっぱり当時は すごい悲しい気持ちになったよね。やっぱり私は、そうだろうね、でその外国人、自分が外国人とずっと前から思ってなかったかもしれないよね。なんかずっと日本人になりかけてるなと思って、でもやっぱコロナになって、あ、やっぱりすごく外国人であることはすごく自分の外国人の存在感が大きかったんだよね。それはすごく嫌だったんだよね。私は日本人の方だが近いなと思ってたから、パスポートもすごく違和感があった。このパスポートの色が違うなんだとかずっと思ってて、それは全部合わせて考えたら、まあ、アメリカに全然帰るつもりもないし、住みたくないし、日本が大好きだし、日本から離れるとすごくうつ病になりそうやから、じゃあなんで日本から取らないのって日本国籍を取らない理由は一切ないなと思ってて、結局反対する人もいないし、みんな応援してくれてるので、うん、結局そういうふうにいろいろ考えた後はそういうことを決めたんですよね。でもやっぱり申請するからといって必ず OK とされるわけでもないし、それは日本、まあね、法務局が決めることなので、私は絶対に立派な日本人になると思ってるけど、で結果は多分、まあ、そのうちに出ると思う。多分年内に結果が出ると思うので、じゃあもうすぐ、いつ電話が来てもおかしくないような状態になってるから、毎日ドキドキしてます。でもね、それで日本人になったらあんちゃんの家族であんちゃん一人だけ日本国籍になるわけでしょ。そうなんですね。そうそう、だから私一人戸籍になったり、多分アメリカに行く時もあれエスタとかその手続きに、うん、そうなんだ。あのアメリカ国籍放棄するあのことも、ま、結構時間はかかるので、すぐ日本人になって、うんうん、ね、次の日にアメリカ国籍は失うわけでもないけど、うん、結構長いプロセスなんだけど、放棄するプロセスも始めなきゃいけないし、家族は一人だけは、いや確かに日本人になることって面白い、うんうんうん、結構多分変わってるようなパターンだと思うんですけど、でも家族は 100% 応援してくれてる、うんうんうん、周りの日本人はどんな反応ですか？いや、みんなすごく応援してますよね。やっぱりこんなに自分、私の国は好きになってくれてやありがとうっていう思ってる人が多いんですよね。でもやっぱりもったいないって人もいるよ、正直言うとね。せっかくね、日本人がせっかくが好きでしょ、せっかくアメリカのパスポートがあるのにとか、いや思う人がいるので、やっぱりアメリカの国籍って本当に宝物のようなものだと思ってる人がいるから、でも自分がもったいないと一切思ってなくて、自分が決めることだから自分で誰にも説明する必要がないなと思う。で日本の政府だけはなんでってあの言う責任があると思うけど、他の周りの人に説明するんですよ、思うんですけど、でも考えたらこれ多分今までの人生一番望んでることっていうか一番欲しいことかもしれないよね。やっぱりこれって多分 OK されたら多分もう泣き、もう多分泣き、めちゃくちゃ泣くと思うよね。そんなに日本人になりたいの？そう、日本、まあ、英語で I've never wanted anything so badly in my life みたいな感じです。どうして、そんなに？そのなんでってはっきり、そう、それがね、表現でできないので、自分の心の複雑な状態なんですけど、でもやっぱりコロナのおかげで、どれだけ日本が私の居場所になっていることに気づかされたので、コロナがなかったら多分、までは考えてはないかもしれないけど、やっぱりいろんな人がやっぱりあのコロナ禍でいろんな気づきがあって、やっぱり家族との時間は大事なのかとか、仕事はどうでもできるかとか、いろんな気づきがあったと思う。自分にとっての気づきはやっぱりどれだけ日本人になりたい、どれだけ日本が私の居場所になっているかっていうことに続いてもいろいろ学びがありましたね。そうですか。もしね、日本国籍が取れて日本人になったら、どんな日本人になりたいですかって聞いていい？いや、私はね、まあ、周りの人と一緒に日本の社会もっとより良いところになる。そして誰もが、快適に過ごせるような社会になるためには働きたいなと思って。やっぱり日本っていろんな、まあ、多様性とかいう話になってるけど、でもまだまだ生きづらいと思ってる人が、あの花さんみたいにすごい生き心地が悪いとか、悪かったね昔ね、心地が悪いとかいう人も
ね、だから誰もが、あ、日本へ住んでよかった、日本は最高のいいところだなって、住みやすいねと、生きやすいね、暮らしやすい、言えるような社会にいったらいいなと。でもやっぱりアメリカみたいにならないでほしい。アメリカの魅力もあるんだけど、に日本らしい、もっといい日本になってほしいなと思う。なるほどね。まあ日本人になったらね、今度はそういう選挙権もあるしね、投票もできるしね、いろいろそういう形でも協力できるのかな。最初の選挙楽しみにしてる。そうですか。いや、ちょっとだけ分かったような気がします。どうしてあんちゃんがそんなに、まあ、全部は分かんない。アメリカ国籍は取ろうと思わないでしょ、今でも。だってアメリカに住むと、とにかくあなたは日本人ですよねって、日本のこと教えてくださいとかっていう人がすごく多くて、で、私アメリカ人っていうよりも日本人なんだなって逆にすごい思った。だってアメリカ人の人たちが子供の頃から見て育ってきたテレビ番組とか知らないし、ねえ。でも私も知らないよ。私も日本の歴史も知らないよ。漫才とかの半分がしかわからないとか、古典落語とかを聞くときにほとんど理解できてない話が多いし、だからやっぱりそれは仕方がないと思うけど、まあね、だって小さい時におばあちゃんに教えてもらったことも違うし、見たテレビも違う、そうそうそう、違うの違うの。まあ、それは私はなんていうかな、日本国籍を取得したから私アメリカの代表とかじゃなく完全になくなるわけじゃない。アメリカのこと聞かれたらもちろん答えられるし、もちろんアメリカ的な発言とか個性的なこともずっと残ると思う。で、それはすごくいいと思う。なんていうかな、完全に日本人より日本人にならなきゃいけないっていうプレッシャーが一切ないんですよね。あ、なるほど。どっちの国のいいところはちょっと私の中に残して、うん、残していきたいなと思うんだよね。それは私も共感。だからせっかくね、英語圏とか日本語とかそういう2つの言語の間で暮らしてるから、どっちのいいところも両方も、そう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 、持ってるようなね、人になりたいよね。本当はね、日本、厳密に言うとね、日本国民になりますよね。日本人じゃなくて、ね、日本国民、そうだ、日本国民だ。うんうん、でしょ。で、日本国民って、国籍のある人だけど、だから、日本、日本、原さんはね、もしアメリカに帰化してもね、日本国民じゃなくなってても、日本人じゃなくなるわけでもないでしょ。ああ、なるほど。だから、その日本人のアイデンティティがずっとなくな、ずっと残るんですよ。その DNA とか。自分の母語も日本語だし、生まれ育ちも日本だから、日本人であることは絶対なくならないんですよね。で、同じく私は日本国民になるし、で、一般人が言うと日本人になるんだけど、でもアメリカ人の、生まれ育てもアメリカだし、母語も英語だから、その自分が急にその功績を取る段階でなくなるわけじゃない。だからそういうふうに私はずっと思ってるんですよね。だから私は立派な日本人に絶対なれると思うし、日本の文化を大事にしながら社会のためには働いていきたいけど、でもアメリカの良さもずっと残していきたいなと思います。はい、そうですね、そこは私も同じです。どっちのいいところもね、持ってる人間になりたいですよね。そうしましょう。うん、そうしましょう、お互いに。応援してね、私も。もう本当にいつは何でも応援してる。そんな、だって日本国籍取りたいアメリカ人ってそんなに見ないので、周りに。まあ、たまにいるんだよね。多分毎年は多分20人とか30人はいる。見たことあるんですけどね。うん、そうですか。いや、本当に。でも珍しいって珍しいよね。うん。あんまり見ない。永住許可までは取りたいっていう人はよく見るけど、でも国籍までっていうところまで、そこまでやりたいっていう人はそんなに見たことないので。そうね、少ないと思いますね。ねえ。なので、ぜひ結果を出して日本国籍を取ってください。もう応援してますので。今以上頑張ることはないけど、ね、もう待つ。じゃあ祈ってますから。はい、それがいいです。ありがとうございます、ね、祈ってますので、また結果とか経過が分かったら教えてください、はい、ぜひお知らせします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。楽しかったです。いつでも呼んでください。あ、じゃあまたぜひよかったら来てください。それは建前じゃなくて本音で言ってます。本当、めっちゃ嬉しい。なので、じゃあまた来てください。はい、ありがとうございました。してます。